XADV は、ホンダ技研工業が、製造販売するオートバイである。XADV、インドネシア向け使用車形式名に BLRC95。Go Everywhere with Excitement アクティブな心を踊る、気持ちで、どこへでも行けるコンセプトに、平日は都会をスマートに移動し、休日は、日常を離れて、冒険へといざなう、アドベンチャースピリットを持つモーターサイクルとして、 開発されたアドベンチャータイプの大型自動二輪車である。基本コンポーネンツとなるダイヤモンド型フレーム、排気量 745cc の RC88E 型水冷4バルブ再一 1C4 ストローク前傾62度パラレルツインガソリンエンジンなどは NC750 シリーズと共用する姉妹車であるが、搭載されるトランスミッションが DCT のみとなるほか、 以下の点で NC750 シリーズとは異なる。またトーカルを、フル LED 化したほか、ABS ETC 車載機、グリップヒーター、スマートキーシステムを標準装備する。以下の車体色を、設定年間販売目標は400台とし、消費税8%込み希望小売価格は以下に、設定以下の仕様変更を実施した2018年モデルへの、 マイナーチェンジエンジンの排熱により、液内部阻止の抵抗値が高くなることが原因で、DCT が変速不能になるご動作の対策として、バイパス配線を追加した。以下の仕様変更を実施した2019年モデルへのマイナーチェンジ。ありがとうございます。